はい、わかりました。どうしたい？もうちょい高くしたい。こんばんは。ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーミー。24歳になりました。ちょっとファン見終わりでちょっとお腹が空いてるので、スープを飲みながらになるんですけども、許してください。はい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 、どうも皆さんこんにちは。ちょっと待ってくださいね。はい、どうも皆さんこんにちは。改めましてつなゲートです。久しぶりに、一人でインスタライブをやります。いつもね、まあ、ブルームのメンバーとコラボライブしてるんですけども、まあ今日は誰が入ってきてもそのコラボはできないです。ごめん、凛太郎、シュート、ノア。今日はコラボできないわ。今日はね、まあ、個人の、はい、インスタライブです、一人で。今日はですね、お知らせがあるんですけども、しかも、とてもとてもとても、僕にとって嬉しくて、皆様にとっても嬉しいお知らせになります。まあね、もうね、その、お知らせありますって言った時からね、察してる人もいるんだけど、まあそれは察しますよね、そりゃ。前からずっと僕も口に出して言ってたことが、僕がずっと、お願いしますと言い続け、ついに念願叶いました。その詳細は、後で言います。だからずっと見ててください、それまで。はい、それまでは僕は言いません。それまでは本当いつも通りのインスタライブをさせていただきます。これバッチ、ありがとうございます。コメントとかそっかあんま見れないのか。誕生日おめでとうってありがとうございます。失礼しまーす。最近、今日フミヤが教えてくれたんですけど、相模団ね、高橋のフミヤが教えてくれたんですけど、めっちゃ美味しいやん、そのカップスープがあって、まあなんかいろいろ引っかかったら嫌なんで名前は言えないんですけど、めっちゃうまいです。はい、今日のファンミはね、最高でした。これ反射でまたなんか言われるみたいになってない？これなってない？外しとくか。だからケイト誰のもん、俺のもん。なんかリンタロウがやってましたけども、何なんですかこれは。僕あんま分かんなくて、 TikTok かなで流行ってるのかな、僕はあんま知らないんですけども。あ、皆さんっていうか、メンバーから誕生日プレゼントもらったんですかっていう質問があったんですけども、とてもいい質問をしました。もらいました。じゃーん、
スニーカーをもらいました。ありがとうみんな。ブルームメンバーには感謝しかないです。僕スニーカー欲しいって言ってたんで、でそのスニーカーがね、まさか買ってくれると思ってなかったんで、嬉しいです。ちなみにこのインスタライブは、9時、55分とか、10時前ぐらいまでやらせていただく予定ですので、まあお時間ある方はね、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。じゃあ、かっこいいでしょ？新品だからね、臭くないのよ。めっちゃいい匂い。みんなの愛が詰まってます。はい。このデニムはね、今日、ダンスを教えてくれた翔吾くんがそのファミリーに来てくれて、前から言っててデニム欲しいって言ってて、今日そのプレゼントでくれたんです。ちょっといかつくなっちゃってない？今日の格好。すごいやんちゃみたいな感じになっちゃってるけど、まあ服装だけなんで安心してください。靴かっこいいっすよね、いいな、私も欲しいってメンバーに伝えてきます。僕のファンが欲しいって言ってましたって。はい、今日のファンミね、来てくれた人、今日のファンミ来てくれた人いますか？こん中で今日は3公演あったんですけども、誕生日おめでとう、ありがとうございます。ためなんだ、よろしく。3公演あったんですけども、1公演目でね、まずその僕そのエビ、大阪公演の時の後期の誕生日のお祝いした時みたいな感じで、僕が事前にいただいてた今日の台本、進行台本に書いてないタイミングで、つなげとハッピーバースデーって出て、ケーキバーって持ってきてくれて、みんながねお祝いしてくれたんですよ。うん。で2公演目も3公演目もなんかまあそのし、あ、言っていいのかな、写真を見せるっていうコーナーがあるんですけど、コーナー行っていいのか、ダメだったらごめんなさい。そう、そこでスタッフさんたちがつなげて誕生日おめでとうって毎公演やってくれて、嬉しかったです。ブルーム最終回終わっちゃいましたね。ブルームじゃない、富の花になるですね。最近もうブルームのことしか考えてなくて、僕の脳みそはね、ブルームだらけですよ。そのさっきね、その誕生日投稿もしたんですけど、その誕生日投稿にも書いたんだけど、なんかブルームのメンバーって僕の中で、まあ、メンバーでもあるんだけど、なんか友達なんだよね、大前提。最初の出会いは顔合わせの時とかの時とかは、あ、これが俺のもうブルームのそのメンバーの人たちなんだって感じだったんだけど、やっぱこうやってもう1年ぐらい一緒にやってきて、今はなんかまあブルームのメンバーでももちろんあるんだけど、それよりもなんかすごいね、大事な友達っていう、僕にとって友達というのはすごく大きな存在で、そこの大事な存在にあの6人がバーンって食い込んできて、今となって本当に僕の宝物の一つなんですけども、そう、誕生日はその大好きな友達たちと一緒にキラキラしたステージに立って、超かっこいい服着て、かっこいいブルームをやって、でブルーミーの皆さんに会うっていう、本当に素敵な最高の一日を過ごさせていただきました。ありがとうございます。24歳です。
24歳の抱負でも言っときましょうか。24歳の抱負は23歳の綱に負けない、そして笑顔を絶やさない、そして周りの環境を大事にする、これです。抱負は何個でもあってもいいと思ってるんで3つぐらい言わせていただきましたけど、まあもちろん他にもね細かいことを言うと無限大に出てくるんですけども、無限大に出てくるんですけども、そうっすね、周りの人にね感謝をしっかり伝えてありがとうございますって常に言える人間が僕はね素敵だと思うので、しっかりそういう人間になれるようにいつもねその周りへの感謝っていうのはしっかり心に持ってるようにしてます。そしてね笑顔を絶やさないっていうのは、まあもう僕をね多分昔っていうかその前から応援してくれてる人は多分知ってると思うんですけども、僕は笑顔を大事にしていて、まあそれは何でかというとやっぱ類は友呼ぶっていう言葉があると思うんですけども、明るい人のとこには明るい人がやっぱ絶対的にねついてくるんですよ。ってことは僕が明るく言えば周りの人たちも楽しくて明るい奴らばっかになるっていうことに気づいて、でもこれ間違っちゃいけないのが無理に笑うわけじゃなくて、無理してあーって作り笑いをする、作り笑顔をするんじゃなくて、何事も楽しむ姿勢っていうのを忘れないっていうことですね。まあ仕事とかねいろいろ皆さんもね学校とかあると思いますけどね、辛いこととかあると思うんですけども、何でもねポジティブに変換することが大事です。僕ももともとネガティブ人間だったんですけども、高校時代ぐらいからポジティブ人間に少しずつ変わってきて、今となっては、まあ、自称ポジティブではあるんですけども、何でもね楽しむことが大事だと思います。そしたら必然的に笑顔が出て、でそこにいい人たちが寄ってくるっていう話です。そして23歳の綱に負けないって言ったのは、やっぱ23歳がやっぱね本当にまあいろんな作品に出させていただいたんですけども、まあ、記憶に新しい君の花になる、これはまあ去年からずっと指導してまして、23歳は本当丸1年ですね、丸1年ブルームとして君の花になるをやったんですけども、本当になんかもう得たものしかないし、本当にブルームになれてよかったなって、なんかこんなに物事に対していや俺よくやったって思うことあんまりないんですけども、このオーディションに受かった自分のことを褒めてあげたい。そうオーディションだったんですけども、僕オーディション本当にあんま受からない人間なんですけども、ここで受かれるっていうのは本当にこれはもう恵まれまくってるし頑張ってよかったなって思います。楽しかったし素敵な出会いが本当にたくさんあった1年だったので、でブルーミーの皆さんね、そしてもともと僕のことを応援してくれてる僕のファンの皆さん、まあ、ファンの名前はちょっとまだね、まあ、チームツナとかちょっといろいろあるんですけども、チームツナとかチームツナコンとかねちょっとあったんですけども、ちょっと いろいろ合体してなんか新しいの作れたらいいなと思ってます。すごいすごい必然です。オーディションの時の髪の毛茶髪だったの。そうです、そうで、23歳が本当に充実してたし最高だ、本当に人生一自分が輝けたなって思えた1年だったので、24歳はそんな輝きまくった自分に負けないようにもっとしっかり、まあ、輝くだけが全てじゃないんですけども、輝くっていろんな形があると思うので、しっかり悔いの残らない24歳にできればいいなと思ってます。相葉さんと同じ誕生日なんです。ありがとうございます。本当おこがましいんですけど、嵐の相葉雅紀さんにその似てるって言われることがね結構あるんです。はい、まあ多分ね性格なのかな、多分顔は多分あんまどうなんだろう、僕はあんまり分かんないんですけども雰囲気が多分ね似てるらしくて、
ケイト誰のもーん、俺のもーん。はい、ありがとうございます。中村智也さん、そうですね、おこがましいですね。それは僕会ったこともないので、はい、綱くんブルブルメンバーにいてくれてありがとう、選ばれてくれてありがとう、こちらこそありがとうございます。今日のファンミも本当にね、誕生日をお祝いしてくれるうちはボードがたくさんありまして、幸せでした。僕のファンの方がこんなにいてくれたんだっていうのを、本当にファンの方に会う機会っていうのが今まで本当にほぼほぼなかったから、最近こうやって毎日ほぼ毎日に会えてるのが本当に不思議なんですよね。嬉しくて、そのお見送りっていうのがあるんですけど、ファンミ最後に皆さんが帰っていくところに僕らメンバーが立ってバイバイっていうのがあるんですけど、あそこね楽しすぎて、僕その昨日やったんですけど、声を喉を使いすぎて喉ぶっ壊すっていう現象が起きてしまって、で明日僕3公演全部出るから、これをやっちゃうと多分僕ね歌えなくなっちゃうから、明日もし来る人がこの中にいたら、明日来る人に全員にちょっと伝言しといてほしいんですけど、明日のお見送りの時は僕多分あんま声使わないです。あんまりその喉を使わないです。はい、今すでにちょっと来てるんですけども、はい、そう昨日以降ねちょっと喉がおかしくなっちゃって、ふみやくんとりゅうびくんに壁ドンしてほしい。しないよ。壁ドンといえば、まあ、山下幸喜ですね。すごくあれの反響が良くて喜んでくれてる人がたくさんいて嬉しいです。で昨日かな、昨日その僕が投稿したものに対して、壁ドンしてるものに対して幸喜が二人になった。幸喜がブルーミーに壁ドンしてください、めっちゃしたい。僕のファンの皆様一人ずつに本当は壁ドンしたいです。でも物理的に厳しいですね。壁ドン会とかあったら楽しそうですけどね。やばいか。で幸喜が、いや今度はつなぐに壁ドンするから覚えときみたいなツイートしてたんですけど、おモリピシュート兄ちゃんが来ました。この前実はね、その言っていいのかな、TGC のフィッティングが同じ日で、モーリー兄弟二人と僕と昼飯だけ食いました。でそっからシュートと一緒にファンミのリハに向かったのかな、確か。壁ドン会はえぐい、えぐいよね。腰抜かず壁ドン会。そうで、幸喜が、そう、あの僕に壁ドン仕返すって言ってたんですけど、まあまあどうですかね、まあ、この僕と幸喜の壁ドンの写真、幸喜が俺に壁ドンを仕返すって言ってたんですけど、その写真実は撮りました。お撮りました。楽しみにしててください。多分幸喜があげると思うんで、3人で原宿デートね、ありがとう。この前はうわタンタラタンタンタン、ありがとうございます。マネージャーさんからケーキいただきました。ありがとうございます。ふーってしていいんですか。はい、ふーってしまーす。せーの、24歳です。え、めっちゃいいな。安定してるから。そっか。だいたい。
それを教えて、はい、いただいていいですか。ではあ、これこうしてすればケーキ見えるのか。ちょっと見えないから。あ、OK です。皆さんケーキおめでとう、おめでとう、ありがとうございます。おめでとう、おめでとうございます。あー、もうありがとうございます。本当に皆さん誕生日こんなに祝われたことないです。おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、あれです、事務所に皆様からのプレゼントが死ぬほど届いておりました。全部大事に使わせていただきます。本当にありがとうございます。僕に誕生日プレゼントを多分事務所に送ってくれた方がこの中にも絶対いる。その人たちありがとう、大事に使います。ということでいただきます。まあ今日ね、ファンミでケーキもらって、そこでもケーキ食ったんで、今日ケーキ2個目です。クリスマスと誕生日が一緒だからケーキは大体1個しかもらえないんですけど、今年は2つもらいました。幸せ者です。ありがとうございます。いただきます。うまい、うまっ、うまっ。明日もファミがあるから、顔がむくみたくないからあんまり食わない方がいいかなって思ってるんですけど、あの、食っちゃいますわ、美味しいから。誕生日誰が最初に祝ってくれた、あ、面白いね。やっぱ誕生日の日ってやっぱちょっと僕ウキウキして23時59分ぐらいからワクワクするんですけど、あの、前日の一番がもう激ぴったりで、樋口晃平が LINE してきました。やっぱさすが、さすがやなって思いましたね。大事な友達の一人です。ドンブラザーズ頑張れよ。うまっ。またツナパンマン、あ、ありがとうございます。マネージャー様よりプレゼントをいただきました。ありがとうございます。開けていいですか皆さん。ちょっとブルームで早かったの誰？ブルームはリンタロウです。リンタロウ毎月ぴったりに送ってくれた。で、その後立て続けにみんな送ってくれた。でもそれグループで言ってるわけじゃないから、みんなね、覚えてくれるって、こちらでみんな送ってくれました。まあ、一番は一応リンタロウ でした。でみんな早かったです。ミルクボーイみたいになってない、なってないですね、それに関しては。はい、じゃんじゃんじゃん。じゃあスニーカーじゃん。開けていきます。うわ、待って、めっちゃ可愛いですわ。ありがとうございます。マネージャーさんからスニーカーいただきました。めっちゃ嬉しい。待って、今日じゃあスニーカー2つゲットしちゃった。メンバーからとマネージャーさんからで、ちょっと、メンバーからいただいたのとマネージャーさんからいただいたスニーカーです。やっと、ありがとうございます。大事に使わせていただきます。めっちゃかっこいい、めっちゃかわいいって。おお、嬉しい。後期もライブ始めたんかい、勘弁してくれよ。ちょっと思ってたのはスニーカーが紫って見て、まあ、めっちゃ可愛かったけど、あ、俺のメンバーから青だけど青じゃないんだって思ったら、今そのマネージャーさんカンペ出してくれて、マネージャーさんはノア君推しだから紫にしましたとのことです。何伝えてきてあげてください、誰か。マネージャーさんはノア推しだから紫にしました。スニーカーに紫色は本当可愛いですから、OK、
結果オーライということで2000人減っちゃったねって。まあしょうがないです、全然いいです。あいつも明日あれだよね、あのホーミーのクリスマスのあれがある。インスタライブよかったら行き来してください。後期の方も見に行ってあげてください。でももうすぐ僕めちゃめちゃ大事なお知らせが多分あります。マネージャーさんマー君推しなんだね。ね、びっくりです。ウインクしてというコメントに答えちゃいました。失礼しました。自分でもね、なんか思うんですけども、ファンサーをねしすぎちゃう自分がいて、これはね相談なんですけど、そのエゴサをねしてました、ファンミの。どんなレポとかやっぱいろいろありまして、その中でツナ君、その本当にツナ君大好きなんだけど、そのファンサー対応が本当にすごすぎて、本当に偉いし可愛いと思うけど、やりすぎも危ないから気をつけてねみたいなツイートを見つけて、あ、なるほどね、そっか、やりすぎはちょっとあんま良くないのかって反省して、あ、そっかってちょっと反省してた2分後に、いや、つなぐんファンさ本当に神、本当に良かった、つなぐんはたくさんその見送りの時にそうわーってすぐ行っちゃうから、剥がしの人がいらっしゃって、パパパパパってなんかあんま時間がない中で、ほんと1人 0.5 秒ぐらいしかない中で、なんかそう全員に、僕は全員ってかもう僕の僕推しの人だけ、僕推しの人だけなんですけど、僕がファンするのははい、僕のことを好きでいてくれてる人にだけは絶対にファンさしたいなって思ってるから、僕のペンライトだったりうちわとかタオル持ってる人を見つけたら、その人にはもうぜひわーってやってたんですけど、そのそこをちゃんとみんなにしてくれてて本当に嬉しかったし、一人一人にそのちゃんとやってる対応を見てさらに好きになりましたっていうのを見つけて、あ、よかったと思って、やっぱ俺はこのままでいいやって思いました。はい、まあお見送りね、大変、喉が本当に大変なので明日はちょっと我慢しますね。本当は叫びたいんですけど、だってインスタライブの影響力がすごくて、フォーキーやってとか、なんちゃらみたいになってないって言ってとか、ツナパンマン誕生日おめでとうとか、もうねインスタライブやったことがうちわになってました。ボードか。59分にはやめます、先に言うと。つなぐ歯見せて、今何も挟まってないか。なってない、マジ好きだって。ぶりっ子みたいにクリーム鼻につけちゃったりはしないです、しません。お知らせはまだ、いやみんな待ってくれてるね。だってあんまり数が減ってないですからね、視聴してくださってる皆さん、すいません、なんかじらせちゃってる感じで。いや僕も本当にこれを報告するのがすごく楽しみで、今日という日を待ちわびてやっとこの日が来ました。めっちゃかっこいいみたいになってる、ありがとう。ツナ君ポーズ作ってほしい、むずいね。ツナ
これ仮ですね。おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。確かツナポーズとか作りたいな。むずいね。ツナ、一応これは結局美味しいですね。でもこれ以上食べると明日むくんじゃうから、ちょっと我慢しようか。ツナくんらしくずっといてください。わかりました、ありがとうございます。猫耳してて結構多いんだよね、ボードで。ありがとうございます、本当に。ファンミーめちゃめちゃ楽しいですよ。アンパンマンみたいになってない、なってない、なってない。ツナ君の服かわいいね、ありがとう。ジャンが好きです。服もね、たくさん届いてました。本当にありがとうございます。めちゃめちゃ大事に食います。あー、来ますね、間違えました。あと5分ぐらい見てたら僕の大事なお知らせを生で聞けるので、あと5分見続けてください。さっきあの誕生日のあのインスタ投稿したんで、みんなコメントください。まだコメントしてない人いたらしてください。リュウビーの投稿、つねのメッセージ見た、見ました、ありがとうリュウビー。気になりすぎます。それではね、多分もうすぐですよ。24歳っていう実感があんまりなくて、来年25かって考えると、わかんない、僕の中で25って大人なんで、来年1年後にはもう大人になんなきゃいけないんだなって考えると、あと1年でだいぶ頑張んないと大人にはなれないなって思うので、頑張ります。もしよければついてきてください。頑張るので、たくさんドラマに、ドラマ映画、いろんな作品に出れるように2023年も頑張ります。お知らせ気になりすぎていいですか。はい、言っちゃっていいですか。皆さんお待たせしました。はい、ではお知らせ発表したいと思います。チャッチャッチャ、この後22時からツナケイとオフィシャルサイトがオープンします。やっと、やっとです。なんでこの時間にインスタライブしたかっていうと、この後4分後からオフィシャルサイトが開くので見に行ってください。そしてこちらから今後の僕の動きなどチェックできるようになりますので、ぜひご覧ください。あとでツイッターにもインスタにも投稿するんで、まあ、URL から、まあインスタ URL 飛べないのか、ツイッターとかからいろいろ飛んでください。おーすごいって喜んでくれてる、ありがとう。そして僕の公式ファンクラブであるウィープレとも連動していろいろコンテンツを展開していきますので、お楽しみに。そしてお知らせはもう一つあります。目指せツナサーバーダウン、まあ、サーバーダウンはしちゃうとね、みんな困っちゃうけど、そんくらいみんなサーバーバーって言ってくれると嬉しいです。そしてもう一つ大事なお知らせ、なんと来年2023年2月の15日、初めてのファンミーティングを開催することが決定しました。はい、来ました、やっとですよ、やっと会えます。そして会場がですね、まあブルームでもお世話になった恵比寿リキッドルーム、
はい、ライブツアーの初日の恵比寿リキッドルームで次は個人で一人で立つことになりました。皆さんマジで絶対会いに来てください。本当に皆さんに会える機会をね作るために、あの急遽本当に僕がそのマジでみんなに会いたいから、本当にそのそういうサイトっていうかそういうのをオープンして個人のイベント開きたいですって熱く話したところ、本当急遽決まったことなので、まあ、実はあのこれ以上のことは何も決まってないんですけども、まあ、一旦この後10時からサイトがオープンして、そして来年の2月15日に個人のファンミーティングが恵比寿リキッドルームで行われますよっていうのが今日のこの2つがお知らせでした。まあ、チケットやその他の詳細についてはまあ随時お知らせいたしますので、お楽しみにお待ちください。綱くんどんどん広がっていく。はい、嬉しいです。遠い地方にも来てそうだよね。それに関しては今後、まあ、オフィシャルサイトをね、なんかそれを使っていろいろ、僕もそう、恵比寿リキッドルーム、とりあえず最初僕がそのやっぱりどのぐらいの方が来てくれるかっていうのはやっぱ分からないし、あんまそこは自信がなかったので、自信がなかったっつっても恵比寿リキッドルームって死ぬほど広いんですけど、よかったらみんな来てくれると、寂しいファンミーティングにはしたくないので、よかったらみんな会いに来てください。やっと言えました。はい、この後もあと1分後ぐらいですか。はい、はい、1分後だからもう切るんですけども、この後ねサイト URL も全部貼って、まあ、Twitter の方が見やすいと思うんで、でインスタにも投稿するんで、いいねコメント、そして URL に飛んでサイトチェック。サイトは何ですか、ね、登録みたいなのがあるんですか。いや、そういうのはないんだ。はい、わかりましたっていう感じです。では皆さん、これからもつなげてもよろしくお願いします。メリークリスマスイブ。